おはようございます。カズです。今日はフロリダ州のフォートローダデール空港からのスタートです。これから米系 LCC ジェットブルーのビジネスクラスミントクラスに乗ってロサンゼルスに向かいます。ジェットブルーは LCC 扱いされることが多いですが、アメリカの東海岸と西海岸を結ぶアメリカ大陸横断フライトで、大手エアラインよりも優れたビジネスクラスシートミントを提供しているということで有名です。そんな LCC 扱いされているけどビジネスクラスがすごいジェットブルー、どんな感じなのか乗ってみたいと思います。それでは行ってきます。ジェットブルーは1998年創立の LCC エアラインで、搭乗客数では全米6位、 LCC では2位の人気エアラインです。路線は東海岸が中心で、 LCC で唯一アメリカ大陸横断フライトのビジネスクラスがあるエアラインなんです。ちなみに世界で初めて全シートにライブ TV を無料で見れるようにしたのがこのジェットブルー、2000年のことでした。ボストン、ニューヨーク、フロリダを中心にアメリカとカリビアンを結ぶフライトが多いエアライン。逆に中西部や西海岸でジェットブルーを見る機会はあまりありません。ジェットブルーのビジネスクラス、ミントクラスはフライト時間が3時間以上のフライトにのみ搭載されている特別なキャビンです。今回はフロリダ州のフォートローダデールからロサンゼルスに飛びます。サービス、シートともに米系レガシーキャリアと同レベルかそれ以上のジェットブルーですが、自社ラウンジはありません。なのでミントクラスでの旅行でもラウンジなしでゲートの前で待機です。米系エアラインナンバーワンの大陸横断フライト行ってきます。ジェットブルーのトレードカラーはブルーですが、クルーの制服はオレンジが入っていて、ちょっとジェットスターみたいですよね。ジェットブルーのユニークな点は飛行機一つ一つに名前がついていることです。自分が乗るレジストレーション番号が分かればジェットブルーのウェブサイトで確認ができます。今回乗る機体は Never a dull moment ということで、ミントクラスのミントが名前に入っております。エアバス321に搭載されたミントクラスは、座席配置が22と11が交互に配列されていて、4列の席と2列の席が交互になっています。すべてのシートがフルフラットとなります。ちなみに座席指定はどの席を選んでも無料です。シートマップを見る限り、あまり見ない座席配置であることは一瞬でわかります。前から2、1、2、1、2、通路を挟んで同じように配列されているので、4席、2席、4席、2席となっています。今回は事前に1人席が空いていることを確認してからチケットを予約しました。 4F です。実はこのシートにはドアがついていて、窓側のカウンタースペースもあり、自分1人のオフィスにいるようなそんな空間です。メッセージはプリントですが、クルーのサインが手書きでされてありました。なんだかいいフライトになりそうな予感です。ジェットブルーは2000年にダイレクト TV といって、アメリカの地上テレビを上空でもライブで見れるようにし、しかも全席無料で提供した世界初のエアラインです。それがきっかけで当時ジェットブルーが一気に人気エアラインとなりました。足元スペースは先端に行くにつれて狭くなっていくデザインですが、それよりも気になったのがこのポケット。ちょうどアメニティキットが入るぐらいの大きさです。何に使うんでしょう。足元には靴をしまうスペースもありました。米系エアラインにしては珍しいですね。ジェットブルーはエアバス320シリーズをメインに使うエアラインで、ミントクラスが搭載されている機材はエアバス321です。蓋が閉められる収納スペースが通路側に一つ。深い作りとなっているので結構物が入ります。シートコントロールはマッサージ機能がついたボタン式。とてもシンプルで使いやすかったです。収納スペースのすぐ隣に読書灯。すでに水ボトルが用意されてありました。これはとてもありがたいです。その下に電源ポート。その隣にスマホを入れておくようなポケットもありました。アクションカメラを入れるのにちょうどいい大きさです。トレーテーブルはしっかりとした作りですが、食事途中に立ち上がるにはトレーテーブルを完全にしまわないと出られません。デルタのドア付きビジネスクラスシートと同じ会社、トンプソン社のものです。
窓側には荷物もたくさん置けるカウンタースペースもあり、さらに2つ目の電源ポートがあります。天井に空気口もちゃんとありました。前の席には2つ、私の頭上には1つ。ウェルカムドリンクはウォッカとライムベースのジェットブルー特製カクテルをいただきます。かなりウォッカ入ってました。見てください、太陽が現れる直前のこの絶景。空が何色にもなっていてとても綺麗です。ジェットブルーエアバス321のトイレの中です。トイレの大きさはエコノミークラスと変わりありません。ミントクラスの後ろのトイレの目の前にあるパントリーがユニークなんです。ここではなんと搭乗客がセルフサービスでドリンクやスナックを持って行ってもいいシステムです。種類も比較的多めでした。さてメニューを見てみましょうか。朝食は5つの中から3つ好きなものを選ぶシステムのようです。ミントクラスであれば食事は無料となります。その他に機内で購入することも可能です。値段は10ドル前後ですが、写真を見る限り悪くなさそうです。ドリンクは5ドル前後からオーダーできます。各シートに枕とブランケットが用意されてありました。最初に出てきたのはクロワッサンで、何気なく食べてみたのですが、すごいふわっとしていて温かく、とても美味しかったです。びっくりしました。ジェットブルーは国内線ビジネスクラスでもアメニティキットを提供しています。中に入っているのは歯ブラシとペン、結構しっかりとした靴下、耳栓、ハドソンメイドというニューヨークのブランドのハンドクリームやリップクリーム、そしてアイマスクです。朝食の登場です。味がどうだったか気になりますか？あと3秒そのまま動画を見てください。はい、あっという間になくなってしまいました。米系エアラインでここまで機内食が美味しいと感じたのは初めてかもしれません。それぐらい美味しかったです。ヘッドフォンはちょっと2000年頃のものって感じですね。音は悪くはないけど、ノイズキャンセリングはあまり効いてませんでした。モニターの大きさは約16インチ、シートとモニターの距離が近めなのでちょうどいい大きさです。ドアを閉めるとこんな感じです。最後までぴったり閉まります。シートを倒してみると、まるで国際線ビジネスクラスに乗っているかのようです。これが2000年前後にジェットブルーは提供できていたわけですから、人気なのは納得です。ただベッドにした時にシート幅が広くないので、ちょっと肩の方が窮屈です。横になっても足元は十分快適。デルタワンスイーツと同様、ベッドにすると出てくるクッションなしの部分です。2時間ぐらい寝て喉が渇いたので、コールボタンを押して何秒後にクルーが来るか時間を測ってみました。キャビンはまだちょっと薄暗かったので、多少時間がかかるんじゃないかなと予想していました。果たして1回押すだけで来てくれるのか。ちなみに米系エアラインのビジネスクラスでも、コールボタンを押しても来てくれないことって結構あります。2回押してやっと来てくれたというのはよく聞く話です。 LCC で大陸横断フライトのビジネスクラスを提供しているジェットブルーは、コールボタンを押して席まで来るのにかかった時間は驚きの28秒でした。お見事です。
あっという間に5時間半の楽しいフライトももうおしまい。アプローチに入る前にクッキーをお土産としてもらいました。米系エアラインでクルーが一歩下がって丁寧に接客していると感じたのは今回のジェットブルーが初めてでした。最初から最後までサービスもよく、笑顔を絶やさず文句なしのフライトでした。そして機内食も美味しかったです。アメリカで飛行機に乗るならぜひジェットブルーをお試しください。次の動画は一列に並ばないアメリカ人を一列に並ばせるハートマークが目印のあの LCC です。それではまた次のフライトでお会いしましょう。